ジャンバティスト・リュリ・ポール・ミニャールジャンバティスト・リュリ・ポール・ミニャールリュリー像・ール・ーリ像作アントワーヌ・コワズ・ボ・リュリのサインジャンバティスト・リュリはフランス正規バロック音楽の作曲家ルイ14世の宮廷学長及び長身としてフランス貴族社会で牽制を欲しいままにした元はジョバンニ・バティスタ・ルリという名でイタリア人だったが1661年にフランス国籍を取得した フィレンツェの粉引き職人の家庭に生まれ、音楽の専門教育を含めて、ほとんど正規の教育は受けていなかったが、ギターやバイオリンなどの演奏を自ら習い覚えた。1646年に、ギーズ校の講師ロジェに見出されて、フランスへと連れられ、ロジェのイフ姉の娘アンヌ・マリール・ルイーズ・ドルレアンの下で、下男として奉公する。後にグランドマド・モアゼルから、その才能を認められて、 正式な音楽教育を受け、加えて、ニコラ・メトリュからは、音楽理論も学ぶが、グランドマドモ・ワゼルについて、微妙な言葉で詩を書き、結局は解雇された。その後、1652年末から1653年初頭に、かけて、王の夜のバレーに出演すると、ルイ14世が彼のことを体操機に、入り、やがて国王付き企画作曲家に任命され、さらに作曲家、 踊り手として王に使えるようになる。宮廷の弦楽合奏団、フランス王の24のビオロンに参加し、また踊り手としても頭角を表して王と同じ場面で踊るようになるなど、この関係を通して王との親密な関係を築き上げていく。当時は一つの大きな作品を複数の作曲家で検討することが通常で、作曲家たちは演奏家としても24のビオロンに、 参加していたが、リュリは、この制御しがたい楽団を嫌い、王の直挙により自前の楽団、プテビオロンを結成する。1656年の仮面舞踏会ら、コロンド・トゥリー・ジュトンでは、すべての楽曲を彼が作曲した。1650年代から1660年代にかけて、リュリは、王のために、多くのバレエ音楽を作曲し、王と共に踊り手としても舞台に出演して、 深い調愛を受けた。1661年に、ルイ14世が申請を開始すると、彼は、王の宮廷音楽監督に任命され、これを受けて、同年12月リュリはフランスに帰化する。1662年には、同僚のミシェル・ランウェールの娘マドレーヌと結婚し、立て続けに6時を設けた。1662年のリュリの婚約時には、王自らその契約書に署名するほどであった。 1660年及び62年に、イタリアからピエトル・フランチェスコ・カバッディが訪れオペラを、作曲、上演すると、フランスの音楽界は大きく影響を受ける。リュリは、カバッディのセルセ、コイズル・ヘラクレスの上演には不随のバレエ音楽を、何曲か作曲しているが、この頃から、様々な新しいジャンルの音楽にも手を広げていく。1664年からは、 モリエールの台本によるコメディーコールバレのための楽曲で大きな成功を収める。二人のバティストと呼ばれた彼らの代表作にはムリジーの結婚、超人貴族などがあり、モリエールとリュリ本人の出演により王室の劇場にて上演された。さらに制度付け作曲家の地位は得られなかったものの宗教曲も多数作曲し、広く人気を博した。しかし、 1670年頃からパレロワイアルにおける工業収入のルリ,リへの見払い問題などをめぐってルリ,リとモリエールとの中は険悪になっていく。またルリ,リが成功しないと考えていたフランス語のオペラがピエール・ペラント・ロベール・カンベールによって成功するとルリ,リは歌劇という新しいジャンルの可能性に目を向け直した。リシもルイ14世は1670年を最後に一歳。 踊らなくなり、バレエへの関心は年を重ねるとともに次第に薄れていった。1672年、リュリはペランから王立音楽アカデミーの上演権を買い取った。リュリのこうした行為には反発も多く、また費用が莫大であるにもかかわらず、王室の支援の対象ではなかった歌劇の上演には障害が多かったが、建築家カルロビガラニと提携して自前の劇場を設立し、 歌劇の上演にも熱心に取り組んだ。1673年初演の音楽悲劇、カドミウスとエルミオーヌは大成功を収め、王自ら感激に訪れるほどであった。1673年にモリエールが没すると、リュリはパレロワイヤルの使用権を獲得し、他の劇団に対して踊り手の出演を禁じ、人声二声とバイオリン六本に制限するなどして、 大規模作品の上演を独占していく。こういった強引な手法に対しては、批判や傍観による襲撃なども加えられたが、ルリ,リの作品に満足した王により、以後の作品の初演は、宮廷で行うこととなり、また王室からの財政支援を受けて、ルリ,リは、順調に、トラジェディリリックなどと題された歌劇の作曲を進め、サンジェルマン・アンレイやフォンテーヌ・ブローの王城で初演を、重ねる。 ルイ14世のリュリへの長愛は一向に衰えることがなく、そればかりか王太子の長を燃えるようになる。王はリュリを数少ない親友の一人と感じていたし、また宮廷生活の娯楽にリュリの存在が欠かせないと感じていた。1677年のリュリの長男の洗礼式では王自らが大父となり王の名をその子に授けた。百八十一年には、 長人貴族再演でのリュリの演技が爆笑を誘い、これを機に彼は、ルイ14世の秘書官に任命される。これに伴い受釈も受け、これ以降は、とリュリ閣下と名乗るようになった。さらにリュリは工業主としての才能も発揮し、パレロワイヤルでは立ち身を格安にする一方で高価な指定席も備え、また王から得た特権をもとに、 台本や印刷譜の販売事業などからも莫大な印税を得た。パリだけでなく、オード各地での公演を認可する権利を得て、名声を高める一方で、それまで不仲であったジャンドラ・フォンテーヌやラシーヌからは、台本を入手して作曲も行った。一方でリュリは、その報道でも悪が高かった。リュリの生涯は、花々しい成功の連続であったが、強引な手法で敵を多く作っていたリュリには、 かねてから両性愛の噂が絶えず、男女選ばぬ、魚食行為を種に、幾度かスキャンダルに見舞われていた。絶頂期にあった1685年、ついに王の故障のブルネとの男色関係が、王の耳に入ることになる。この頃、ルイ14世は、マントノン公爵夫人の影響や、外交上の理由などから、宗教道徳を重視するようになっており、リュリはこの男色関係により、 王の不況を買ってしまう。1686年のアルミードは、宮廷での上演は行われず、パレロワイアルからの立ち退きも求められることになった。それでも、王太子の長は変わらず、リュリは王太子のための作品をいくつか作曲したが、結局、王年のルイ14世からの長愛が戻ることは、なかった。1687年1月8日、リュリは、 ルイ14世の病気回遊を祝して、て、デウムを指揮した。当時の習慣に従って、長くて、重い杖を指揮棒として使い、それで床を打って、リズムを取っていたのだが、誤って足を勢いよく強打し、傷口には大きな農用ができた。やがてそこからひどい奴を起こして、3月22日に、休止した。最後のオペラ、アシールとポリュクセーヌは、未完成のまま残された。 臨重の床で、いざしすべし、何日摘人呼び損や森でペイカートアと書き残したと言い伝えられている。音楽史の観点からリュリはバロック音楽中期に属す。通奏低音が曲の推進力となる典型的なバロック様式の音楽を構築し、その後のフランスのバロック音楽に深く影響を残した。また、リュリの音楽は、早い楽章の快活さや、 悲しげな学章における情緒性を兼ね備え、幅広い表現でも名高い。特に、コメディバレやトラジェディリリックのクライマックスで多用されるパッサカーユやシャコンヌは人気があり、例えばアルミードのパッサカーユには、ジャン・アンリ・ラングルベールの編曲なども残されている。宗教曲の分野でも、例えば最小席への早々音楽、我を哀れみたまえは、賞賛を受けた。竜理の影響力は、 宮廷部局そのものの様式にも急激な革命をもたらした。それまで支配的だった緩やかで早調な動きに代わって急速な動きの部局をリュリが取り入れたからである。リュートやクラブさんをはじめとする器学局の発展も重なり、ブレ、ガボット、ジーグ、パスピエ、メヌエット、チャラバンド、シャコンヌなど新しい部局が流行する一方で、 中世からルネサンスを経て受け継がれてきた、いくつかの部曲は流行遅れとなって廃れ、生き残ったものも、例えばアルマンドは2拍子から4拍子に変わるなど、前世紀とは、性格的な違いを示すようになった。リュリーは、管弦楽曲の作曲にも重大な変革を引き起こし、いくつかの新しい楽器をオーケストラに取り入れている。弦楽器の弱器使用の指示を楽譜に書き込んだのも、一説では、 リュリが最初とされる。フランス風女曲の構成はリュリによって確立された。初期の作品には残っていないものも多い。世俗曲は、おおむね1650年代から60年代は、バレ、60年代後半は、コメディバレ、1670年代から80年代は、トラジェリリリックが作曲の中心となった。台本はいずれもモリエール。リュリは、 イタリア様式のオペラがフランス語には不似合いなことを悟ってフランス語オペラを作り出した。イタリア方式のレチタティーボとアリアの分離を止めて、その二つを融合させ、フランスの観客の趣味により馴染みやすいように物語の展開を早めたのである。気心の知れた詩人、フィリップ・キノーを台本作家に得て、リュリは数々の歌劇作品を作曲し、熱狂的な歓迎を受け続けた。 グランモテ室内編成、または、標準編成のオーケストラが声楽を伴奏する、モテットプチモテオルガンのみが声楽を伴奏するモテット、英国国歌の旋律や、フランス民謡、月の光に、の原型を作曲したのがリ、ルリだと言われることもある。また、ルリのガボットとして知られる楽曲は、マラン・マレーのビオール曲集第1巻の24曲目、ロンドンが誤って伝承されたものである。 ありがとうございます。